日本相撲協会の九重親方、元横綱千代の富士が31日夕方東京都内の病院で亡くなりました。幕内優勝31回、それから現在九重親方として幕内十両合わせた関取に6人の力士を擁する非常に優れた指導者として知られております。記録にも記憶にも残る横綱です。通算1045勝、幕内807勝はご自分が現役の当時の最多記録でした。そして大関になる最初の優勝、昭和56年初場所の優勝ですが、これは北の湖との優勝決定戦でしたが、テレビの史上最高視聴率を未だに誇っております。各界は今横綱が3人モンゴル出身者で占めております。日本出身の横綱は稀勢の里が秋場所に3場所連続の綱取りをかけて臨みます。ですが精神面の少し甘さが出てなかなか優勝まで届きません。その点鋭い視線でウルフとも呼ばれた大横綱は一発で優勝を決めて横綱まで上り詰めました。見習ってほしいものです。